はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、以前動画でまた来ますよと言いながらなかなか来れておりませんでした念願のお店食べに来ております。本日はねこちら前回初めて来店して感動した来来亭さんに訪れております。今回はですね、前回の店舗さんと違って千葉花見川店さんというですね千葉県に来ておりまして、前回なんですけれどもちょっとね純粋に僕が気になるメニューを頼んだんですよ。で動画の方にですね、この来来亭さん好きな常連さんも多いと思いますので、ぜひねコメントの方に好きなメニュー書いてくださいと、お話ししたところですね、ありがたいことにもう大量に、これ食べてないじゃないか、あれ食べてないじゃないかとコメントいただきましたので、本日はそういったねコメントでいただいたおすすめメニューをいろいろと食べていこうかなと思います。それではね早速来来亭さんの美味しいご飯食べに行きましょう。ということで、ただいまですね、こちら、来来亭さんの店内に入りました。で、本日ね、注文するメニューなんですけれども、なんとなくではありますが、二巡でね、ちょっと注文しようかなと思っております。やっぱり全品ね、出来たてで食べたいので、一気に頼むってよりかは、まあね、ちょっと分けてね、頼もうかなと思うんですけれども、早速じゃあちょっと注文始めますか。で、定食から、やっぱりですね、このね、お客様の中では、このがっつり定食、これを頼む方が多いらしいんですけれども、前回ね、まあ、ちょっといただいたってところもありまして、餃子と白飯は食べたいので、こちらの餃子定食から基本の醤油ラーメンで、麺量はもちろん大盛りと、ここら辺の選べるものに関しては全部普通かな。でこの後もあるんですけど、やっぱりライスは大盛りでね。でこちらをカゴに入れつつ、コメント欄の方でですね、圧倒的に1位のご意見いただきました。これね、焼肉ポーク、前回ねすっごい気になってたんですけど、売り切れでね注文できなかったんですよ。ですのでこれをまず単品でと、はい、入れまして、そうなってくると結局足らないので、ライスも大でね、追加で注文しましょう。1巡目の注文はこんな感じかな。じゃあ到着まで待ちましょうか。ありがとうございます。うまそう、ありがとうございます。はい、ということでですね、本日念願のメニューが到着しました。ずっと食いたかった。ちょっとね、皆様にいろいろとコメントいただいていたので、まあ徐々にね紹介するとしながら、早速ね出来たていただきたいと思います。まずはやっぱりね、こちらのラーメンからでございますね。やっぱり大盛りで注文すると予想外に多いねちょっとスープから。あー、これがうまい、やばい、めちゃくちゃうまいなちょっともう麺いっちゃおう。やっぱこの麺がうまいんですよね。うまっ。ちょっと今日念願だったんで、オーバーリアクションというか大げさだったらすいません。でもね、本当にうまい。前回食べた時も思ったけど、やっぱりね、僕のいわゆるこのラーメンチェーン店さんで食べた経験の中でトップクラスに好みのラーメンなんですよね。うん、うまい。しみる。じゃあちょっと今回のねこのラーメンもこの辺りとして、一旦皆様からおすすめいただいたこちらですね、焼肉ポークという単品メニューでございます。これわかるかな、でっかでかつやつや、絶対米ですよね。せっかくなんでこれ積んであるチャーシューと、まあ、ネギを絡めつつ、
こう中心のこう千切りのキャベツですかね、これ全部合わせながら、もちろんね、これ米といっちゃいましょう。これはうまい、うまっ、これやばいかも。この焼肉ポークと米の定食で頼みたいぐらいめちゃくちゃうまい。これちょっとねコメント欄の方でも思ったんですけど、確かに来来亭さんの一品物こういったファンが多いのもうなずけるわ。超うまい。黙々と食っていい？すげえうめえ。餃子もいただこうか。ちょっとねメニュー表みたいな中でもまだまだ頼みたいのあるんですよ。ただ正直次の2巡目でも食べきれない、頼みきれないぐらいね食べてみたいものがあるから、来来亭3回もう3回でも4回でも間違いなくやります。ちょっとまだ今日ね頼んでないものとかあったらぜひコメントでください。うん、こっちのカメラにはずっと映ったけど、もちろんねこれ今日も頼んでますから、ちょっとノンアルで本日も決めさせていただきます。これはね一品ものラーメンも含めてハイボールとかビールとかと合わせたら最高だと思います。ちょっとそろそろなくなりそうなんで追加注文もお願いしつつ、はい、料理が来るまでに食べきっちゃいましょう。ということでひとまずはですねこちら頼ませていただいた第1巡は全て完食させていただきました。まずはね一旦改めてごちそうさまでしたということで、次もですねこの焼肉ポークに負けないぐらい僕の以前の動画の方にコメントでいただいた希望のメニューですね、そういった単品なんかも注文してありますので、このままね動画は止めずに続きをご覧ください。はい、どうぞ。すいません、ありがとうございます。うわ、美味しそう。うま辛麺とありがとうございます。ご飯とありがとうございます。ということで本日のね2巡目も完成しました。こちらも食べながらね説明させていただくとして、早速出来たていただきたいと思います。すっげーいい匂いする。まあ、このねラインナップを見ていただくと分かる通り、ちょっとね辛い系を中心に頼ませていただきましたので、先ほどとはねまた全然違う香り。まずはこちらのうま辛麺ですね。
これもね結構麺類の方ではコメントが多くてですね、こちらのメニューはこんな感じでね、いろいろと辛さが選べます。1から2から3から4からと。で、こちらのね、表の方には載ってないんですけれども、電目の方には、マックスという、この4からよりもさらに上のものがありましたけれども、まあ、せっかくね、おすすめをいただきますから、のプッコチという、青唐辛子ですね。それと背脂が両方入った中間のね、3からを注文させていただきましたが、ただ、赤いね。結構辛そうだぞ。いただきます。うわーうまこれ、辛いもの好きな人は絶対好きだわ。うわあ、すすっちゃうなーこれ。うん、こっちはさっきのラーメンとは違って太麺タイプですね。うん、これもまた米だな。うん、うまっ。ああ、しっかり辛い。でもめちゃくちゃうまい。じゃあちょっとそこに合わせるわ。これかな。先ほどね、注文した焼肉ポーク。まあおそらく一番コメントで多かったんだけれども、それに負けないぐらいの一品ですね。こちら豚キムチということで、これも相当多かったんだけど、結構ね、キムチよりもお肉の割合の方が多い感じ。これは絶対米にも合うでしょう。うわ。うん、まっ、うわ、めっちゃうまい。これもちろんちょっとおかわりしたんで、これにも合わせますか。あ、これうめえ。うん。うわ、これマジモンのビールだったらな。ちょっと待って。単品系でダントツで好きかもしんない。この豚バラの脂いい感じに出てる。なんかオイリーというか。潤ってるというか、これうまいね。お店のキムチも酸味少ないんだろうな。そのおかげなのか、おつまみってよりも本当におかず寄りの味付け。すっごいうまい。そしたらそろそろさすがに行ってないのも一口ずつはいかなきゃだよね。こちら春巻きですかね。うまっ。つけちゃおう。絶対うまいなこれ。うまっ。今日の撮影もやばいな。念願すぎてもずっとただ楽しんでるだけ。まあいっか。あー、うまっ。うん、そしたら先にこちらうま辛麺は麺だけ食べつつ、まあ、スープものとしてね注文したこの麻婆丼ですね。山椒が効いてるってことでこのうま辛麺に合うかなと思ってちょっとセットでね注文させていただきましたけれども、あ、この湯気から確かにする山椒の香り。いただきます。
うまっ。お香りもすっげえいいわ。うまっ。ライライ亭さんの辛い系のメニュー、結構僕もね辛いもの好きですけど、満足できるぐらいしっかり辛い。辛いメニューおすすめしてくれた方ありがとうございます。めちゃくちゃ好みですこれ。うま辛麺は最高だし、豚キムも最高だし、個人的にねこの麻婆丼は頼みましたけど、合わせて大正解。すげえ口の中がめっちゃ中華になってきた。結構しびれが強いけど辛みは麻婆優しいので、せっかくですからこのねうま辛麺の辛い部分、上のラー油だけ辛い油をさちょっと追加しちゃいましょうか。間違いないでしょこのアレンジ。あ、これみんなやってほしい。あのねこの赤唐辛子とかこのプッコチ、この青唐辛子ですね、もう入ってるこのうま辛麺なんで、それ入れると本当にね唐辛子の辛みもしっかり増されて、四川風の麻婆というか、なんかしっかりした味になる。超うまい。あ、超うまい。辛い。しびれるね。うまかった。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、前回の動画のコメントからこれを食べてくださいと多かったものを中心にですね、僕の人生2回目のライライ亭さんで美味しいラーメンやね一品もの食べてきました。やっぱり2回目ですけど変わらず最高です。ラーメンもですね、僕の中ではこのチェーン店さんの中でもトップクラスに好きな味なんですけれども、それはもちろんのこと、今日頼んだね一品も含めてなんかね本当にトップクラスですね。いろんな意味で最高に幸せでした。今回はですね、2巡目にこのうま辛麺と麻婆丼頼ませていただいたので、個人的なアレンジとしてこのスープをねちょっと入れて、なんちゃって四川風麻婆丼にねしてみたりとか、通常の楽しみ方だけではなく個人的なねアレンジもなんかねありなんじゃないかなと思いました。前回今回とねまだ食べていない通常販売している塩であったりとか味噌の味のラーメン、それ以外にもねまだまだ食べてない単品もございますし、おそらく皆様の中にもこういうアレンジがこのライライ亭さんでは合うよっての絶対皆さんあると思いますので、そういったものね改めてコメントいただければ3回目4回目とまたライライ亭さんを楽しむね動画を撮りに来れればと思っておりますので、ぜひですねチャンネル登録やいいねコメントよろしくお願いいたします。ということで本日の動画はこのあたりで、また次の動画でお会いしましょう。最高の撮影でした。じゃあねー。Right.